はい、皆さんこんにちは。今日は Photoshop for iPad のチュートリアルをやっていきます。こういうパンフレットとかポスターみたいなデザインを簡単に作る方法を紹介していきます。人の切り抜き方だったりとか、あとシャドウの付け方、あとテキストの入れ方なんかを紹介できたらと思ってます。でこのチュートリアルなんですけど、私がやってる iPad Mate っていうオンラインコミュニティの中に質問コーナーっていうのがあるんですけど、その中でいただいた質問をですね、あこれいいなと思ったのでピックアップして今日は YouTube で紹介していきます。でメンバーさんの中でこういうねパンフレットデザインどうやって作るんですかっていうのがあったので、ちょっと今日はこれを見ながら参考にしながら作っていきます。でこの Photoshop for iPad なんですけど、 Adobe のサブスクで契約してる人はフリーで使えるし、契約してない人はですね月額1000円でこの Photoshop for iPad を使うことができます。もし興味がある人はぜひダウンロードしてみてください。はい、じゃあ早速なんですけど、 Photoshop 始めるときはですね左下の新規ボタンから始めていきます。でキャンバスのサイズ選ぶんですけど、今日はですね iPad Pro 11インチを選択して、この右側のタブのところで横向きに設定して開始で始めていきます。でまずですね画像をインポートしていくので、左下の画像のボタンからカメラロールを選択して、自分の写真ですねアルバムの中から好きな画像を選んでいきます。で画像が配置できたら、この背景を切り抜いて男の人だけが切り抜かれたような感じにしたいので、その時はですねまずこの人を選択する必要があるんですね。で選択する時は左のツールバーの上から3番目、これセレクションツールなんですけど、ここをですね長押しします。でそうするとこの下のところに被写体を選択っていうボタンが出てくるんですけど、これをですね押すと、なんとですねこの Adobe の Adobe 先生っていうね AI の機能を使って、この画像の中からこれが主人公だよねっていう風に感知してくれて、そこだけをですね勝手に選択してくれるようになります。これねめちゃくちゃすごい機能です。ぜひこの被写体を選択覚えてください。でこんな感じで選択ができたら、この下のところマスクっていうボタンがあるので、このマスクのボタンを押すと背景が切り抜かれて男の人だけがですね、表示されたような感じになります。で位置を移動したいときはツールバーの一番上、これ移動ツールなんですけど、これに持ち替えてこんな感じでね好きな位置に、調整してあげてください。でツールバーの上から2番目、これ変形ツールなんですけど、ここを選択するとサイズを変形したりとか、ちょっと歪ませたりとか、あとは左右反転、上下反転なんかもここでやっていきます。でこういう細かいところですね、切り抜きがちょっと甘かったりするところがあるので、その時はですねマスク、このレイヤーのマスクのところ、白と黒になっているところを選択して、でブラシの黒色を取ります。で黒色のブラシでなぞると、その部分が非表示になってですね、後からこのマスクを調整することもできます。で次なんですけど影を作っていきます。で影を作るときはですね、まずこの男の人のレイヤーを複製してもう一枚同じものを作っていきます。で複製するときは右下の点点点のところからレイヤーを複製っていうのを押すと、同じレイヤーがですね1個上に追加されたような感じになります。でこの移動ツールを使ってちょっと左下ぐらいにこの男の人をずらしていくんですけど、ずらすときにですね後ろ側にいる男の人をずらすような感じです。レイヤーで言うと下の方のレイヤーの男の人をこう移動ツールを使ってちょっと左下にねずらして、ここが影の部分になっていきます。で影を作るときはですね、下のレイヤーの1個上に新しいレイヤーをですね空箱で作ってください。でこのレイヤーが選択された状態で、左のですねバケツボタン、これ塗りつぶしの項目なんですけど、これを選択して、色は黒色を取って画面全体をポチッと選択して塗りつぶしてください。でそしたらこれをですねクリッピングマスクっていう機能を使って影のシルエットに変えていくんですけど、クリッピングマスクは右側のツールパネルの中の上から4番目、下矢印がついてるマークです。でこれを選択するとこんな感じで、下の男の人のところに黒のレイヤーがかぶさって影みたいなシルエットを作ることができます。
で次この黒のレイヤーと下の男の人のレイヤーはですねもう2つ結合させちゃうので、結合させるときは1個選択してもう1個ですね右側にスワイプしてダブル選択してください。でこの状態で下の点点点のところからレイヤーを統合っていうのが下にあるので、これを選択すると1枚のレイヤーにですねこうガッチャンコしてくっついたような感じになります。で次いきます。次はですね背景のブルーのところを作っていきます。でその時はまた新しいレイヤーを1個作ってここに作っていきます。で左のツールバーの上から3番目セレクションツールの中から四角ですね長方形になっていることを確認して、で Apple Pencil で画面をですねドラッグするとこんな感じで長方形のね、図形を作ることができます。で今長方形がセレクションされてる選択されてる状態なので、この状態でバケツのボタンですね、さっきと同じバケツのボタンで色を好きな色にとって、でポンってこの枠の中をですね選択すると、そこだけが塗りつぶされたような感じになります。で次この影の男の人のですね描画モードを変えていきます。今通常描画モードが通常になっているので、この中から定山っていうのに変えてください。で不透明度もですねここちょっと薄めにしてあげると影っぽくなります。でもうちょっと影っぽくしたいときはですねこれぼかしてあげるといい感じに馴染んでくれるので、ぼかしたいときは右側のツールパネルの上から5番目、ここを選択するとぼかしガウスっていうのが出てくるので、これを選択してスライダーを左右にこうやって引っ張ってあげると、このエッジの部分がですねふわーってぼけていってより影らしくなっていくと思います。でこんな感じでですね男の人のところと影の部分とあと背景のベースのところは完成になります。でもう少しねちょっとおしゃれにやっていきたいと思うので、他の写真を入れたりとか、あとはこの長方形ツールを重ねたりしてもう少し、レイアウトを組んでいきたいと思います。で最後ですねテキストを入れていきます。でテキストを入れるときなんですけど2種類あって、長文を入れたいときはフレームテキストツールっていうのがよくてですね、画面の中をこうドラッグして長押ししながらドラッグするとフレーム枠が出てくるので、ここで長文を打つとその枠の外からはですねはみ出さないように文字を入力することができます。でこれをですねフレームテキストツールと言います。で単語とか短いタイトルとかを入れたいときは普通にテキストツールでよくって、画面の好きなところをタッチするとテキストのですねカーソルが現れるので、ここで普通にタイトル短いワードを入れていきます。でこのテキストツールとフレームテキストツールをですね2つを使い分けるとかなりこの文字入れっていうのが綺麗に仕上がってくると思うので、ぜひ覚えてください。はい、ではテキストのところも入れられたので最後書き出ししていきます。書き出しするときは右上の書き出しボタンからおすすめはですねクイック書き出しっていうのを選択すると超高速に JPEG データが写真フォルダの中に入っているので、JPEG で保存したいときはこのクイック書き出しをおすすめします。はい、ということで今日はこんな感じで完成にしたいんですけど、あのシャドウのところとかねいい感じにできたんじゃないかなって思います。であとは写真の位置とかあと図形の位置文字の位置っていうのは結構難しいところではあるんですけど、この iPad Mate のねメンバーが見せてくれたようなこういうサンプル画像をたくさん見たりして、最初はですね真似っこしながらやってみるのがいいと思います。やっていくうちにですねだんだん自分でもできるようになっていくので、こういうのをたくさん見ながら最初はトライしてみてください。で今日はですね iPad Mate の方この画像のデータとあと Photoshop のデータをですねコミュニティの方に投稿しておくので、それダウンロードしてもらって一緒にですねやってもらえるといいんじゃないかなって思います。であとは質問コーナーですね、こんなの作ってみたいみたいなのを投稿してもらったら YouTube ないしはコミュニティの方で解決しておくので、ぜひ気になることあれば質問してください。はい、ということで今日は以上になります。もしこの動画が良かったらいいねボタンとあとチャンネル登録もお願いします。では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。